抱いてた。
30歳になりましたけども、14歳から、ライブハウスに通って初めて見たライブが、太陽族のライブでした。そこから俺もなんかステージに立ってみたいなと思って、やり始めてもう16年が経ちましたけど、やっぱりなんか音がある場所がすごく好きで、でもなんか潰れてくライブハウスとかも結構あったりするんですけど、なんかライブハウスにみんな行ってほしいなと思って作った曲を歌ってみます。ライブハウスという歌を。ライブハウスに行こう、見に行こう、ライブハウスに行こう、聞きに行こう、ライブハウスに行こう。
屋は幡ヶ谷36度5分に向こう聞き行こう今夜も楽しい夜にしてくれよ今夜も最高の夜になれそうだぜ、yeah、ありがとう、どうもありがとう。仙台のポジティブです、よろしく。あいつのことが好き、こいつのことが嫌いだ。でも案外話したら好きなやつが嫌いになった。叩きつけられた本当のこと、焦るふりだけは一人前で。眠れなかったと聞きましたけれども、なんかそういう気持ちを忘れちゃいけないなと、なんかちょっと聞きながら思いました。ちょっと1曲バラードをやります。いつももうちょっと後にやるんですけど、今日はもうやっちゃいます。東京ではきっと初めてやるバラードだと思います。一番新しい曲を。俺は遠くの、岩手というところが出身で、今仙台に5年で、5年目で住んでいます。だから震災後に仙台に越したんですけど、この間も北海道でもあったし、その前には大阪でもあったり、この間の自分の個人的な、すごく個人的なことを言わせてもらうと、この間の北海道の震災で
なんとか成功マップでしたっけ、スーパーの店員さんが休まずに働いてるとか、病院の人が休まずに働いてるとか、私も被災者なんですけどっていう、そういうツイッター上の書き込みをすごく俺はなんか目にして、なんか結局は誰が一番辛いかという競争が始まってましたね。そういうのは本当にどうでもいいと思います。みんな辛いんだからさ、私だけが辛いとかそういうことはもうやめにしてくれと思いました。やっぱり辛いことは経験した本人しかわからないから、まあ震災のことですけれども、戦争のことを題材にした終戦という歌を、あと何回この世界が回れば止まらない争い終わる、この悲しみはいつ消えるの、答えは未だ見つからず、1200円と1500円とあります。まあ気に入ったらですね買ってほしいんですけど、買ってほしいです仙台から来ました。今日は関東ツアーの3日目で、今日が最終日で、今日のバス目仙台に帰ります。まあ、仙台ではね仕事をやってまして、ガス屋で働いてるんですけど、まあ、ガスの、工事とか、検針とか、あとは入居退去の回線閉線とか、あとはですね、まあ、この見た目なもんですから主にやってるのは集金ですね集金をねちょっと行ってきてくれと言われて、滞納者のところに、俺が繰り出されて、あ、今日も俺かっていう感じで、取り立てています。まあ、そんな仕事の中から生まれた曲を一曲、間違ってるのはあんたが俺か、おかしなこと言ってるのはあんたか俺か。
最近俺がおいと返します。始まってないからまだちょっと待ちなさい。次の曲ね、2分くらいありますので、その中で自由に叫びたい時に言ってもらえれば俺が返しますので、それだけで皆さんがね、スキーしていくという、そういうシステム OK？ おい、よし、じゃあ始めますんで、どん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 、あの、俺の喉のことは気にせずに語ってもらって、まだだからちょっと待って。いや、よ、よ。スタート。
ありがとうございます。土を打ってあおたに触りもない嘘もつけ壊れて顔色を輝って次の休み心夜祭り時計さて給料をもらおう重たいこの体をそろそろ越さなきゃ生きるために食べるために遊ぶために今日も行こうぜ顔色を伺って次の休みは取ろう傲慢そうに神経使って給料をもらおう
始まる。目は開いてるけど体はまだ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 焦れ去る見えない姿思い思いに乗ってください。けれども、実際ネガティブですよ実際ね、この中の方はね。だけどこの名前は付けられた名前で、ポジティブに生きていってくれという願いを込めて付けられた曲じゃない、名前なんですけど、
あ実際名前に負けないように頑張って生きていこうというそういう感じでやっております。まあ辛い時は皆さんあるけどやっぱり生きていかなきゃいけないなと思います。辛い時こそ生きてるということを、感じてなんか乗り越えていきたいなと思った時に作った「せい」という曲を。今は殺せだから僕は生きてる。どうでもいい、そう思った瞬間から楽になって「どうでもいい」「そう思ったときから」「もや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 して」「逃げ道がたくさんあるから」「何かを見落とせ」「逃げ道がたくさんあるから」「たどれ尽きない」「